どうも、ヌヌです。ライザのアトリエ2、続きやっていきたいと思います。結構イベントが溜まってるんで、イベントやっていこうかな。どこに行くの？発生するかな？よーし、行くぞそういえば、ライザたちが冒険してる場所って、基本的に王都の周りだったかしら。うん、そうだよ。そっか。じゃあ北の大地にはまだ行ったことないのね。北の大地、確か崖の向こうの。さすがにちょっと。それはそうよね。でもどうして急にそんな話を。あの大地についての逸話があってね、子供の頃に聞いたのを思い出したの。何でも崖を避けてすっごく遠回りをすれば向こう側に行くことはできるらしいの。以前実際にそうやって向こう側に迷い込んだ人もいたんだけど。いたんだけど。その人ね、向こう側で何か恐ろしいものを見たとか見てないとか。何かはともかく、せめて見たかどうかくらいははっきりしてほしいな。あくまでも逸話だから。でも実際に行けるのは本当らしいわ。それに見たか見てないかはっきりしないのって、それだけ衝撃的なものだったってことじゃない。あまりにも恐ろしくて見てないと思いたくなるくらいのものだったとかね。ゼフィーヌさん、もしかして怖い話とか好きだったりする？どうでしょうね。ん？北の大地？確かタオが新しく解読した伝承に似たようなくだりが書いてあったような。北の荒野の先を目指す旅人は竜が眠る地を見るだろう、だっけ。もし行くようなことがあったら何があったか話を聞かせてね。竜が眠るか。まさかとは思うけど、住み着いてる竜と戦うなんてことにはならないでほしいな。フィーフィーはどう思う？竜が眠る地怖い？わからないよね。北の大地か。近くまで見に行ってみようかな。どこか行きてえのか。よーし。レントはフィー。あ、フィー。お前かよ。あれ、なんかちょっと声にトゲが。なんだ、ライザと一緒じゃねえのか。フィッ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 。ああ、悪い、何言ってっかわかんねえや。ちょっとおとなしくしてくれ、食事中なんだからさ。びっくりしちゃったよね、レント。ちょっと疲れてるだけだと思う。嫌いにならないであげてね。うん、ありがとう。元気ないし心配だけど、聞いても教えてくれないよね。時間が解決してくれるといいんだけどな。どこか行きてえのか。よーし。三人とも、ちょうどよかった。見てもらいたいものがあるの。なんだ、面白い食材でも入ったのか。これなんだ。あ、
それって空間フルーツ。そうそう、空間って空間フルーツ？リュコの実でしょ？その実は僕たちの故郷の特産なんだ。向こうでは空間フルーツって呼んでるんだ。なんでここでは名称が違うのかは僕もわからないけど。なるほど、そういうことなのね。でもゼフィーヌさん、どうして空間フルーツがここにあるの？前に来た時にボートの料理は島で食べた味付けと違うって言ってたでしょ。まだそれ引きずってんのかよ。だからあれはまずいって意味じゃなくて。落ち着いてレント君、ちゃんと分かってるから。ただレント君たちは3年も島に帰ってないとも言ってたでしょ。だからここでライザたちの故郷の味を再現できればボートの味と故郷の味を2つとも楽しむことができる。それってちょっと素敵だと思わない？ちょっとどころかすごく素敵だよ。あれから僕ずっと食べたくて仕方なかったんだ。俺もどうにか再現しようと思ったんだけど、料理は得意じゃなくてな。ここで食えるならマジで最高だぜ。はあ、これでまたしばらく島に帰るのが遠のきそうね。お店に出せる料理が完成したらご馳走するから、その時はぜひ食べてみてね。うん、あ、ごめんねゼフィーヌさん、二人のせいで大変なお仕事増やしちゃって。気にしないで、別に私の仕事が増えるわけじゃないから。え、どういうこと？だって料理担当はマスターだから。うわ、マスターにも迷惑かけちまったか。俺の一言でとんでもねえことに。全然気にすることないわ、むしろどんどん言ってほしいわ。あれだけ言ってるのに、いつまでたっても私以外の人を増やしてくれないんだから、マスターにも少しは頑張ってもらわないとね。ゼフィーヌさん、なんか怖いかも。どんなに好きな仕事でも忙しすぎるのは良くないってことだね。ねえ、とりあえず掲示板も見ていこうかな。どの依頼に？これならな、すぐに報告。それは入れちゃっていいや。これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告できそう。これなら、これなら、どこか行きてえのか？よし、やっと座れましたね。お茶に行くという話だったのに、何時間も買い物に付き合わされるとは思いませんでした。ごめんね、つい夢中になっちゃって。別に怒ってはいません。でもなんだかここ最近二人ともはしゃぎすぎじゃないですか？そりゃあねえ。うん、だって私たちあとどれくらいこっちで一緒にいられるかわからないでしょ。だから一緒にいられる間だけは思いっきり二人の時間を楽しもうって決めたの。そうそう、そういうこと。あら、そうだったんですか。それはお邪魔しました。お、待って待って、帰らないで。ごめんなさい、邪魔者扱いしたわけじゃないんです。パトリツィアさんにもいてほしいんです。別に気分を害したわけじゃないですよ。お二人の関係は分かってるつもりだし、一緒にいられる時に思いっきり二人の時間を楽しむ、その考えを尊重したいというのが私の本音ですから。でもパトリツィアさんも数少ない私の友達だし。同じく貴重な女の子のお友達なんだよ。そこまで言うなら一緒にいるのもやぶさかではないけれど。ありがとうパトリツィアさん。お礼を言われるほどのことじゃありません。ただ一緒にいてほしいっていうのなら、やたらと二人の世界に入るのやめてもらえません？はい。二人の世界？時々というか、かなり頻繁に私がいることを忘れてる状態になることが多いですよね。え？そんなことないよ。
うん、パトリチアさんのことを忘れるなんてありえないよねえいや、だからそういうところを。あ、いえ、もういいです。別に悪い気はしませんし。それにしても3年間会ってなかったのにこれだけ仲がいいなんて。きっとお二人は10年離れてたとしても大親友として変わらず再会できそうですね。バティ、何か言った？いいえ、何も。仲がよろしいようで、ごちそうさまでした。タオとボース、どこに行くの？よーし、よーし、行くぞー。ちょっとまずいな。何がまずいの？金細工コンテストのことだよ。いい加減作品作りの準備をしないとまずいんだ。え、でもデニスさん、まだ金属が。そうなんだよ。僕もいろいろ探してはいるんだけれど、珍しい鉱石なんて見つからないものだね。じゃあもういっそ作っちゃおうよ。作るって何をだい？金属をよ。錬金術で新しい金属を作っちゃえばいいんじゃない？錬金術っていうのはそんなものまで作ることができるのかい？もちろん。ないものを生み出すのが錬金術だもの。どんなに細かい作業をしても欠ける心配のない金属とか色が変わる金属だって作れると思う。錬金術っていうのは本当にすごいな。でもそれはやめておくよ。え、なんで？僕も錬金術が生み出す金属ってのに興味はあるけど、フェアじゃないからね。採取可能な鉱石に含まれてる金属なら誰にでも使うチャンスがあると思う。それならたとえ未知の金属であっても問題ない。もともとあるものを使ってるからね。けど望むがままの金属を生み出したりしたら、それだと何でもありになってしまうだろう。そっか。ごめんなさいデニスさん、私ちょっとずるいこと考えちゃってた。謝ることなんてないさ。これは僕のわがままなんだし、ライザの気持ちは本当に嬉しいよ。ありがとう。コンテストまでギリギリかもしれないけど頑張って探してみるから、もうちょっとだけ待っててねデニスさん。ああ、期待してるよ。と言いつつも鉱石を納印する的なことはないんだな。何が必要な。またいつでも遊びに。どこに行こうかな。よし、行くぞ。いらっしゃいライザさん、ちょうどいいところに来てくれました。どうかしたの？いえ、この前のお礼を。ライザさんのアドバイス、とても役に立ちました。それならよかったよ。それと、私勘違いしてたみたいだから、そのことを謝りたくて。ごめんなさい。え？勘違いって何のこと？いいです、気にしないでください。とにかく謝罪しましたからね。パーティー、話があるんだが。お父様、でも今はお客様が来てるから。ボルトーさん、こんにちは。ライザさん、すまないが今は挨拶どころではない。パーティーに重要な話があるのでね。はい、わかりました。それでお話というのは？先日お前が楽しそうに露天街にいるのを見た。家庭教師のタオ君と二人きりでな。違います、二人きりじゃなくて私もいたから三人です。ライザさん、論点はそこではない。貴族であるパティが平民の男と親しそうに歩いていたのが問題なのだよ。
もしあの姿を他の貴族に見られたらどうなると思う？アーベルハイムの娘は平民と親密な仲などと噂されては、お前の将来に傷がつくんだぞ。とにかくこうなった以上するべきことは一つ、タオ君には家庭教師を辞めてもらうしかない。そんな、いくらなんでもひどすぎる。タオと仲良くしてるのを見られたらまずいなんて、そんなのタオに失礼よ。貴族には守らねばならん面目があるのでね。ライザさんにはわからないだろうが。わからないよそんなの。タオはとっても真面目だし、人に何かを教えるのだってとってもうまいんだよ。そんな理由でクビにするなんて絶対間違ってる。ライザさん、彼の代わりとなる家庭教師は今手配している。見つかり次第彼には辞めてもらう。これは決定事項だ。勝手すぎるよそんなの。わかりました、お父様。パーティー？うん。これも全てお前のためだ。分かってもらえて嬉しい。お父様にあんな強く意見した人、初めて見ました。ライザさんは、怖いもの知らずすぎます。どうして？なんで分かったなんて言っちゃったの？お父様が決めたことだもの。私が逆らえるはずないでしょ。分からない。だって、パティはタオのこと。面目を守るためならば、自分を押し殺さなければならないことだってある。ライザさん、これがあなたが羨ましがっていた貴族です。そんなに悲しそうな顔してまで守らなきゃいけないものなの？どこに行こうかな。よし、行くぞ。クリフォードさん、地図ってそんなに楽しいの？ああ、見てるだけでワクワクしてくるぜ。世界はまだまだ広く、このどこかにまだ見ぬお宝がたくさん眠ってるんだと思えるからな。わかるような、わからないような。私もさっぱり理解できません。お嬢様にはこのロマンが理解できないか？それともトレジャーハンターなんてのは泥棒と同じように思えるのかな？泥棒？所有権が存在しないようなものを手に入れる行為は泥棒ではないでしょ？単にトレジャーハンターという職業をよく知らないので、ロマンも理解できないだけだと思います。そうか。つまりだな、大昔の人間の残した遺跡や洞窟に入るだろう。そこで無数の罠や仕掛けをくぐり抜けて宝を手に入れる。これが俺たちの目的ってわけや。罠がない場所で見つけた宝には興味がないということですか？いやいやいや、そうじゃない。重要なのは当然罠とかじゃなくて宝さ。ただ手に入れるのに苦労すればするほど、手に入れた宝には価値が生まれるのさ。なるほど、苦労して手に入れたものほど高く売れるのですね。いや、そうとは限らない。とりあえずどうにか食いつないでいける程度のものだが。ちょっと待ってください。どうにか食いつないでいける程度のものなんですか？
遺跡や洞窟に入って危険な思いをするんですよね。それで手に入るのがこいつないでいける程度。失礼ですが、それは本当に宝なんですか？だからそんなしょぼくない、一攫千金の宝を狙って旅をする人間、それがトレジャーハンターの生き様なんだ。ロマンなんだよ。勉強になりました。宝にもいろいろあるんですね。クリフォードさん大丈夫ですか？まだ泥棒は期待された方がマシだったぜ。ヌヌのゲームチャンネルはゲームの動画や実況を毎日投稿中。毎日何時頃投稿しているの？毎日18時に1本、時々0時に投稿してます。上にある最新とおすすめもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。